公共曲第四十四番保単調方冒険 i 十四はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した公共曲の一つ。ハイドンのいわゆるシュトゥルム・ウンとドラングに書かれた短調公共曲の一つであり、全曲が緊張感にあふれている。演奏時間は約二十四分。自筆楽譜は残っていないが、ブライト・コプフ社の千七百七十二年のカタログに見えており、 1771年頃に作曲されたと考えられている。この曲の悲しみ、または哀悼という通称はハイドンによるものでもなければ、古い筆者譜にも見えないが、1809年9月にベルリンで挙行された、ハイドン追悼の記念行事でこの曲の感情学賞が演奏され、おそらくそのことによって付けられた。一方、古い筆者譜には、 カノーネシンフォニアと名付けられているものがあり、メヌエットにカノンが使われていることに基づいている。ホタン調という調整は、当時の公共曲にはほとんど用いられた例がなく、その後の使用例は1885年のブラームスの公共曲第4番まで待たなければならない。オーボエに、ホルンに、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、低音4、4拍子、ソナタ形式。 ユニゾンの印象的な音恵によって開始される、第1主題の五度音程が全曲を支配している。再現部の終わり近くには、低音、第1バイオリン、第2バイオリンが1小節ずつずれて、主題を演奏する、美しい箇所がある。冒頭主旋律を低音楽器が1小節遅れて8度下で、繰り返す平行カノンによる厳粛なメヌエット。インディアパソンとはオクターブを意味する。 トリオは補聴調,調に転ずる。メヌエットが第二楽章に配置されるのはハイドンの他の公共曲では初期のものに限られており異例である。この曲より新しい曲では公共曲第68番でメヌエットが第二楽章に置かれている。モーツァルトはこのメヌエットに触発されてカッサシオン第1番と聴調計63第4楽章のメヌエットにおいて 一小節遅れによる二世のカノンを作曲している。その後モーツァルトは、対位法的な技法を、醍醐味としたメヌエットらしくないメヌエットをたびたび、生み出すこととなった。例えば、弦楽史重奏曲第18番委長長 K464 の第2学章のメヌエットは、対位法的な技法を駆使した傑作として高い評価を、得ている。補聴長、に、四拍子。 美しい感情楽章。弦楽器のみで始まり、弱音器をつけたバイオリンが主題を演奏する。リズムを変えて、主題を繰り返した後に、感楽器が加わり、三連符の連続によって進行する。補短調、に、二拍子、そなた形式。第一楽章と同様にユニゾンで始まった後に、ポリフォニックに進行する。展開部の始めには、同じ音形でどんどん音が高くなっていく。 緊張感あふれる部分がある。ありがとうございます。